嬉しいですね。嬉しいですね。まあこれ今回からね、はい、エンディングね、うん、流れるっていうね。そうなんですよ。そうなんですよ。まだ聞いたことがない方は。そこで聞いていただけたらって感じですけどね。エンディングの話しちゃってもいいのかな、ゆっくり。いやー、私ね、はい、3人で歌っているんですけど、はい、まさかの一発目で。そうでした。私、りなさんの。でしょ、あの、お歌を聴きながら撮らせていただきました。誰かについていこうという気満々で、行ったら、一人目です。あー、一人目でしたかーって。いやー、もう、あの、りなさんの、なんですかね、うん、あの、まゆみさんの、こう、うん、なんだろう、明るい、こう、ノリノリで歌っている感じが、すごくこう、気持ちよくって。いや、なんかね、いい歌なんだよね。はい、なんか、残念可愛い歌っていうか、なんて言うんだろう。歌詞が、結構、それぞれの残念な部分を、うん、そうそうそう、あの、フィーチャーしたね、うん、あの、歌詞になってる、ね。面白い歌詞になっているんだけど、はい、まあ、メロディーはポップで、キュートな感じで、うん、なんか、お家に帰るときに、口ずさみたくなるような歌なんだけどね。歌ってみてどうだった？りっちゃんってなんかちょっと難しそうって思ったんだけど。結構難しいかなって思ったんですけど、うんうんうん、ただあの、まあ、サビはみんなでこう、うん、あのりっちゃんも楽しくなって歌っているような雰囲気で、うん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 、でそれまでは結構ソロのパートとかはキャラクターの雰囲気を、うんうんね、あのより出した感じでっていう風に歌わせていただきました、うんうんうん、かなり楽しかったです。キャラが出てて、さやかちゃんとかもかなりそうですね。お、そっち向きなんだみたいな感じになってました ね。これはあのエンディングの絵と合わせてぜひ見ていただきたいなと思っている。はい、超可愛いから。可愛いですよね。めっちゃ動くから。だって、うん、エンディングですよ。エンディングですよ。ねえ、あれ全部もう私たち見ちゃいましたけど、ごめんね、見ちゃったの。そうなんですよ。そうなのよ。歌詞に合わせて動いてますからね。そうなの。あ、もうこれ以上は言えない。これ以上は言えないな。皆さんお楽しみに。ね、はい。聞いてね。次いきます。ネモさんからいただきました。ありがとうございます。